皆さんこんにちは、ジャパンフィルムフェスティバルロサンゼルス2020、大変思い出深い年となりました。最優秀映画賞、海辺の映画館、キネマの玉手箱、本当にありがとうございました。監督はいつも皆さんにお話してたと思いますけれども、映画には美しさと力があります。未来の平和に向けて、皆さんがまた映画を愛し信じて、映画祭が長く続きますように祈っております。応援しております。 I love you。